スノーマン、ソレスの終了ジャニーズ対処に追い込む一部ファンの大暴走。度重なるルール違反が招く最悪展開。ジャニーズの人気グループスノーマンの看板組、TBSK では、メンバー全員でダブルダッチ、2本の縄跳びを使って行われるアクロバットを取り入れたスポーツに挑戦する企画が6月から放送されている。 9月15日の2時間 SP では、メンバーがダブルダッチだ日本一を目指す姿が放送予定。ところが、この放送を前に一部ファンのマナー違反が物議を醸しているのだ。スノーマンは9月3日、大阪で開催されたダブルダッチの大会に参加した。彼,した彼らが参加することを事前に X、Twitter にポストしてしまったこともあり、一部ファンが現場に駆けつけてしまったというんです。 さらに出待ち、禁止されているのに撮影や録音などするファンもいたようで、マナー違反者がのあるファンからも怒りの声が上がって、口炎上してしまっています。ワイドショー関係者。SNS には、スノーマン炎上しすぎちゃうそれスノはわざと炎上させてる気しかしないぞ。 視聴率良くないのかな。か悪化してるよね。推しは押せるときに押せだけど、マナーだけは守れ守れないなら振りろ。選手撮影ブースで、アクスタやうちは持って撮影。禁止なのに録音。スノの出待ちって最悪ダブルダッチ大会は、オタカツの場じゃないわ。などの声が上がっている。7月14日の放送会でも炎上を招いてしまっていた。この日の番組では、 スノーマンのメンバー9人が都内各地の街にそれぞれ変装して繰り出し、ミッションに挑戦しながら正体がバレないようにゴールを目指すという新企画が放送された。事前に番組の公式 X、ツイッターが、スノーマン都内出没中、とポストしたことで、霊霊くんですかと声をかけられたという一般人からのクレームもあったと言いますし、ファンからも、 勘違いで一般人が追いかけ回されたら、どういった指摘もあったと言いますからね。ジャニーズの若手グループでもトップクラスの人気を誇るスノーマンのメンバーが街中に潜んでいるとなったら、確かにトラブルを招きかねない企画ですよね。スノーマンのドームコンサートでも一部ファンのマナー違反がありましたからね。全道。